それでは安倍総理よろしくお願いします。今年はあらゆる改革を大きく前進させる1年です。本日午後3年間の制度改革の実行計画とこれまでの再構戦略の進捗状況をまとめた最初の報告書を決定しました。いよいよ安倍政権の成長戦略の PDCA サイクルは2巡目に入ります。安倍内閣の改革に終わりはありません。この国会には農業、医療、エネルギー、雇用といったいわゆる岩盤規制を改革を強力に進める法案を含め20本を超える法案を提出いたします。合わせて成長戦略のさらなる進化のための検討を産業競争力会議を中心に本格化させます。また本日今回の成長戦略の目玉プロジェクトとしてロボット新戦略を決定しました。 IT とロボットの融合により生活も産業も劇的に変化する新たな時代に日本が世界の中心で輝くためのロボット革命元年としたいと考えています。各閣僚においては成長戦略の実行実践とともに今後の検討方針を踏まえ新たな検討課題に対応した政策の具体化に取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。